どうもフラックです。今週の防衛戦10位以内目指します。本気です。はい。でね、カーメスの方もすでにゲットしてあります。なのでこちらのキャラの紹介をしていこうと思います。今回はね、防衛戦のために動画の方は少なめでいきたいと思います。じゃあスキルの方まず見ていきましょう。スキルはリリーフブラフト、こちらですね。魔力が上昇し炎属性で与えるダメージが上昇する。回復キャラにしてはかなり強いな。2つあるっていうのは結構珍しいですね。で次、ソウルサブジェクト、 HP を回復するアクションスキルを使用時効果量が上昇する。うん、何も言わないで次行きましょう。で、リポースウォーム、受ける氷属性のダメージと凍結状態になる確率が減少する。いらねえな。でキャラクター衣装はこんな感じです。男なんでね、まあ一周したところで終わりにしましょう。すっげえ適当。でプロフィールの方がこちらですね。太古の文明人で自らを神と称していた一族の出身、貧困や寒さにあえぐ民衆のために神の炎を盗む。炎は戦に利用され失意の中で生涯を終えると。これはね、ストーリーかなり個人的に良かったと思います。なんでね、ストーリーは一番後ろにあるんで、もしストーリー気になる方はそちらをご参考ください。ではね、戦闘の方に移っていきましょう。灼熱の風よ、光よ、や、運命に抗う力を滅び、それならばこれだ、出し惜しみなどしない、これで闇に。汝を焼き崩す消滅の渦、あまねく運命、私の手の中で運命の糸を寄せたファーテルフィニッ。そうね、私はただみんなが幸せになればいいと、ただそれだけを祈って。神とは何だ、人を救ってこその神だろう。それなのに私は、作物が多く実れば村人は飢えることなく冬を越せます。場所によっては作物が余るところも出てくるでしょう。はっ。しかしそれでは飢え死にするものが、はは、失礼いたします。私は信じている。人は生まれながらに清らかなものだと。人は救い合える。正しい道をいつか見つけられる。
私は人を信じる。そうか、それはよかった。本当によかった。ダメだ。しかしあれは使い方を誤れば大惨事にもなりかねない。それは分かった。私はお前たちを信じよう。待っておいで。必ず神の炎をお前たちのもとに。その代わり神の炎を絶対に悪用しないと約束してくれ。私はただぬくもりをあげたかっただけなんだ。ただそれだけなんだ。このような仕打ちを。私はただそれを教えたらどうします。おやめください。そのものは善良なものでございます。そのようなことは絶対に。彼らはただ暖かく冬を越したいだけなのです。私は信じる。神ではない。神ではないのだ。どうしてそれがわからない。私を。おお、やはりお前たちは心優しきものだ。何？それは武器。死んでしまった。たった一つの炎でこの国の優しさが。違う、崩壊は私たちが神と名乗った時すでに始まっていたのだ。自分たちが特別だと信じた時すでにこの国は死んでいたのだ。
ここは神、また神か。よしてくれ。神はもう十分だ。迷う。私は英雄ではない。信じる力。いや、私は信じ続けてなどいなかった。ただ、ただ、願わずにはいられぬ。この世界の人間が、皆、楽しく、幸せに暮らせたらいいのになと。はい。今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね、動画楽しんでくれたよっていう方は、右下の方のチャンネル登録のボタンをポチって押していただけるとすごい嬉しいです。で、次の動画とかも、左側にあるんで、もしよかったら見てください。バイバイ。